2011年8月2日、突如としてこのような書き込みがなされた。すれ違ったらごめん。義姉から託児されそうになってる。うちは転勤族なんだけど義姉娘、翔吾、から直メールで遊びに行きたいと。無理無理と言い続けて、お母さんは?と聞いても許可は出てるの一点張り。旦那から義姉宅に電話させたら、私さんから遊びにおいでって。誘われたと聞いたから許可した。もちろん言ってない。もう予定も入れたから数日預かってくれないと困る。娘ちゃんはもう小5だし迷惑もかけない。一人で新幹線に乗るから駅まで迎えに来てやってくれるだけでいい。義姉娘はトイレは汚すわ、食べ方は汚いわでこなしの自分には理解の範疇外。子供ができた時の練習にもなるし。ね。ね。旦那が断ったけど、子供一人で突してきそうで怖い。その話が始まってから不安でうつすぎて熱が下がらない。ギリ姉夫はどうしているのか空気なのかギリ姉夫に言うしかないだろう。預かってくれと言っているその期間実家に帰るか、用事作って留守にしちゃえ。おつ、普通は、許可する前に、直接親が確認するよね。義姉もおかしいよ、それ。確かに、小5だと行動力もあるから、突の可能性がないとは言えない。しばらく実家に逃げるとかできないかな。そうでなくても、来そうな時期に小旅行を入れてしまって、家を留守にするとか。あと、義姉とのやりとりは今後録音しておいた方がいいかも。あとあと、誘ったのはそっちじゃない。とか、留守にするなんて知らなかった。とか、言いがかりをつける可能性が高いから。実家に帰っちゃえば、子供は夏のバカンス気分なんだろうか。普通は相手の了解がないって分かった時点で謝罪して通用だけどね。義兄に、めいが嘘ついたこと含めて言うしかないわな。義兄がクソでないことを祈る。こんな義姉を嫁にするくらいだからね。義兄もクソな可能性が高い。義姉夫は空気です。結婚式でチラッと見ただけ。義姉と義姉娘からボロカスに言われてるけど旦那曰く置物みたいな人みたい。私には実家はなく、旦那激務で旅行は無理そうです。旦那の帰宅は基本深夜、田舎在住なので深夜まで出かける場所もなく、お盆近辺の予定らしいので友達も旅行には誘えないし、なんで奴らのために高い時期に旅行に無理に行かなきゃいけないのかと思ったらイライラする。今日中に旦那が義実家に事情説明してストッパーになってもらうようお願いするらしいです。旦那が一番嫌がってるので、指定で勝手に喧嘩でも何でもしてくれ。また予定の時期を過ぎたら報告に来ます。熱が下がらんので病院行ってくる。義両親が健常者であることを祈る。小5なんだから一人で留守番できるでしょ。てか、夏休みなんだし、普通同級生と遊ぶんじゃない?親がこれだから、友達いないんだろうね。もしかして、泊まりで預かれってこと?旅行にでも行くつもりなのか。予定も入れたから数日預かってくれないと困る。こちらも予定があるので勝手によこされても困る。娘ちゃんはもう小5だし迷惑もかけない。義姉娘の嘘で始まったこの一連の騒動自体がすでに迷惑。子供ができた時の練習にもなるし。義姉娘の一人暮らしの練習をなさってはいかが?義姉娘の嘘で始まったこの一連の騒動自体がすでに迷惑。これがね。義実家に預かってもらうのがいい。そうだよ。孫ちゃんと会えてうまー。義姉もうまー。誰も困らない。義実家、孫なら何でもいいわけじゃねえぞ。病院からただいま。旦那が義実家に電話して義両親に経緯を説明しました。予定していた期間は、義両親が義姉娘を呼んで面倒を見るそうです。義姉娘は勝手に1週間の予定で我が家に来週するつもりだったらしく。義姉。せっかく高い交通費出すんだし長めに、どこにも連れて行かなくていいから家でテレビやゲームさせて預かってほしかった。らしい。嘘に関しては、旦那に嫌われるのが一番怖い義母が私に電話で平謝りでそこまでしていきたかったのかね、ごめんなさいねという感じ。ちなみに義姉夫の実家へは、夏休み開始直後に託児済みらしいです。義父が義姉に連絡を取ったら、義姉娘は夏休み最後の思い出に新幹線で一人旅するわ、だ、死に寄ってるのにと最初はグダグダ言っていたようですが、預かってくれるならどこでも構わんよ、すまんねって感じだったそう。録音機能は旦那がバカなせいで、雑音プラス旦那の声しか入ってないらしい。義姉娘からは、どうしてダメなの?嘘ついてごめん。修士で H さんの通ってた学校受けたいから話が聞きたかった、などなど。メールが入ってますが、華麗にスルーして寝ることにします。こなしのおばちゃんは子供に優しくする術を知らんのだよ。該当日時の初日には、一応妹と互いの家の中間で落ち合って、旦那の財布から豪華な食事でもしてきます。おつ、
その様子だとその子供は今後もすり寄ってくる。子供だから許してあげてよ、くねくねも Z になってくると思われる。メアドは変更して窓口をすべて実家経由にしてもらえ。ぶっちゃけ技師課と連絡取れなくても問題ないだろ。あと中受って中学受験の意味だとしたら自分や他の家族に迷惑かかるかもしれないから。念のためその周辺には根回ししておいた方がいいよ。うわぁ、中学受験、万が一合格、一期三期に居候してそこから学校が用意するつもりってこと？これは今回阻止できてよかったよ。嘘つく子は知りませんでスルーして極力コンタクト取らないようにしないと危険だね。だよね。もちもちの規制も狙ってる感じで薄が寒いわ。ここでがっつり阻止しておかないと本気で転がり込む気満々でいそうだこのアホ娘。名は家でしたいだけなんじゃないかなって話。それなら親戚も家でなく、学校で遭難するか、警察に駆け込むべきだな。しかし年の割に老下つうか浅知恵の悪知恵しか働かないつうか。まああれだ、親の顔が見てみたい。今回一期三期実家が責任持って引き取ってくれることになったみたいだし、今後もギギババに全て丸投げ、義士一家とは一切の関わりを断つ、でいいと思う。旦那さんは呼んでる限りは一期さん側についてるようだしね。なんとなくなが、中学受験とかは嘘でコミケに行きたかっただけとか、そんな予感がしてきたぜ。もうメイには直メールしなくていいよ。今、メールできていることは乙女に報告しておいて。嘘をついて他人に迷惑をかけるよう人はメールも電話も受け付けない。まして中受の話などは一切お断り、と乙女から伝えてもらうようにしたら。そのクソめいっ子、大人舐めてるよね。中受の話というのは、フェイク入れますが、義士娘の地元が横浜で横浜の学校に進学希望、私の地元が東京で私が中学から横浜の学校に通学していたため、私から学校の雰囲気や特徴、他の選択肢を聞きたいとか相談したいということで、旦那の転勤地、私たちの現住所に住むとかそういった話はありません。正月に集まった時に、携帯を買ってもらったが、まだメールする相手も少なく電話帳が寂しいのでメアド交換してもらえますか？と言われて、夫婦二人とも義士娘とアド交換しましたが、旦那には一度もメールしてこず、数回メールのやり取りをしましたが、年の割に幼い印象でした。数回のメールで親友扱いされて、義士にも仲良くしてると話したようです。義士夫ですが、自身の結婚式でもお着物で、義実家にもめったに顔を出さず、義両親が娘の夫を立てようと、お伺いを立てても全く主体性がなく、義両親が気を使うくらい妻と娘の ATM 化しているそうです。とりあえず義両親に謝られた手前、露骨なアド返はしませんが、当分はメールはスルーしますと義両親にも伝えています。そのまま大人になるまでスルーの予定ですが、他人ならもっと手厳しくやれても一応は身内の子なので難しいですね。それでは話に戻ります。フェイクだったらスマホだけど中受予定の小5が夏休みに塾に行かないってのはありえます。小3や小4でもありえないし、記念受験気分なのかしら？どっちにしてもオツです。オツです。知識よりも誠実さを学んでほしいですね。あと中受は小6から塾に通って灘に受かる子もいるからありえなくはない。でもこんなすぐバレる嘘をつくあたり、おつむの中身はたかが知れてる気もするわ。6年生から勉強して受かる子は素質と努力と運がある子だろう。誠実さのない名一個だと人生舐めてるから難しいかもよ。身内だからこそ厳しくもできるんだよ。と、背中をそっと叩いてみる。以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメントを書いてください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。バイなら。